四方を山に囲まれ、豊かな自然に恵まれた奈良県山添村。この村では縄文時代の草創期の遺跡が見つかっています。特に縄文時代の早期の大古遺跡から見つかった押形文土器は有名で、大古式として標識資料となっています。1万6000年前から人々が暮らしていた村、山添村。この村には神社が建てられる、はるか昔からの山の神信仰や岩倉信仰が数多く残っています。岩倉ハンター平津豊が選んだ山添村の岩倉を紹介しましょう。岩尾神社は山添村の吉田に鎮座しています。長い石段を登ると社殿が見えてきます。さらに近づくと拝殿の後ろに巨大な岩が存在しています。西側の岩が女岩、東側の岩が男岩と呼ばれています。男岩と女岩の間に小さな本殿が置いてありますが、これは後から便宜的に付け加えたもので、この神社の御神体は男岩と女岩の岩倉です。東の男岩は特に大きく、表面には石英や長石で形成されたペグマタイトのラインが走っています。そしてその2本のラインが交差している前を神聖な場所として祀っています。山添村の古代人はこのような十字ベルトを神聖視していたようです。御祭神は岩尾の狼です。周りにゴロゴロ転がっている巨石群は、その昔この地に神が降臨された時に持参してきたタンスや長持ちなどの道具類になぞらえています。またこの岩尾神社の夏祭りでは、子供たちが河原で拾ってきた石を参拝者が買い求めて神に供える石売り行事が残っています。山添村の人々が石に対して特別な思いを持っていたことが伺えます。